はい、神ちゃんの前でございます。すいません、ちょっと私ね、体調不良で、熱38度近くあります。ちょっと冷えピタ使った状態で、セブンナイツ T シャツもね、ちょっと汗だくになってしまうので、いつもの T シャツはちょっと違う形でやらせていただきたいと思います。では、スタートーはい、ということで、昨日なんと降雨が実装されるかと思っていたんですが、開いて蓋を開けてみたら、アランというね、この戦争を持ったキャラクターが登場してきました。彼はもちろん神話覚醒持ちでございます。まあ、ある意味ちょっとね、当たったんですけどね、僕こっちの方が来るんじゃないかって予想してたんですけど、まあ、先週の時点で、まあ、ちょっと流れを見ていったら、降雨なのかななんて勝手に思い込んでいたっていうのもあったんですけど、まあアランが来ましてね、また面白いキャラクターになっているようなので、早速ですが神話ダンジョンの方をやっていきたいと思います。はい、ということで早速ですが、私一応1から3までねクリアしております。明日ね4、5やっていきたいと思いますが、まず1からいってみましょうか。私の編成はこちらになります。デレンとクラハンワンバック、そして条件にこのアラン覚醒した40、そして、リンが必要となっております。ですね、今回多分クリア条件の中で、リンが1から多分5まで必須になってくるキャラになっているんじゃないかと思われます。で、アランももちろん覚醒レベル40が必要となっております。まあ、第1ステージは180秒以内にクリア。つまり3分ですね。3分以内にクリアしたら大丈夫ということですが、まあ、第1ステージなんでね、サクッといきましょう。私の編成はクラハンワンバックでちょっと行ってみたいと思います。まあ、このぐらいでもクリアできますよというところを見せていきたいと思います。よいしょ。まずクラハンが動いてくれるかと思われます。はい、おしまいということで。まあ、第1ステージは皆さん、もう誰積んでいっても倒せると思いますんでね。普通にやってみてくださいと。いうことでございました。はい、では第2ステージやっていきましょうか。私の編成はこちらになります。デデデン、テオワンバック、そしてエルニア、神話バージョンですね。そしてセイン、そして条件であるリンと、アランのこの5人でいってみたいと思います。まあ、秒数的には5分以内で倒せたら大丈夫ということですが、実はですね、これちょっと見てもらいたいっていうために、この編成にしてみました。では、まず1回目、ちょっと見てみてくださいといきましょう。スタート。まず、手を、もちろんワンバックにしてるんで、火力が積んでおります。なので、この貫通の入る、全員攻撃で一発撃ってみましょうか。そうすると、後ろのミカは倒すんですけど、前列、ちょっと見てもらえましたかね。この白章なんですよ。全くダメージ1しか受けませんよね。1。じゃあもう一発手を打ってみますと、これまた1なんですよ。じゃあ全て攻撃があかんのかなと思って、一応ここでわざと、二律の線に連れてきました。これ単体攻撃なんですよね。単体攻撃。敵一体。敵一体攻撃だったら、まあ入るということですね。ってことは、あと、2人攻撃、3人攻撃というのも打ってみたいんだよね。リンの下が、敵4人攻撃なんでちょっと打ってみましょうか。これで白章が一体いくつぐらいダメージを受けるか。これも1ですね。1。単体攻撃が OK。で、テオがここでまあ役に立つっていうのは、反撃してくれるっていうので役に立ちます。なので、普通の反撃は入るんですよ。白章に対しても。今は、こっちは入んないんですけどね。この攻撃で、全体攻撃でミコをまずぶっ倒す。あとはオートスキルを切っちゃって、まあ今ちょうど二律の線にいますから、ちょっと攻撃させますけど、放置して反撃待ちっていうのもいいかもしれないですね。1101出てますよね、今ね。反撃だけでね。だから反撃を2回ぐらいぶちかませばいけんじゃないかなって思うんだよね。よいしょ。多分ここで手をまた反撃して、クリアは、とりあえずね、クリアはできるということですね。ただちょっとめんどくさい感じは受けます。はい。ちょっと別のパーティーでもやってみましょう。とりあえず揃えてみましたのが、まずデロンズ、そしてシルビアとスピナを揃えてみました。まずこれでちょっとやっていきましょう。デロンズの単体攻撃、そしてスピナが3人攻撃。でシルビアが2人攻撃ができるっていうので123ちょっとスキル使ってみて一体どの攻撃だったらしっかり入るのかっていうのをちょっと見ていきましょう。とりあえずさっきのでね、二律の繊維の単体攻撃っていうのは確実に入ったので、シルビアとちょっと好きなの2人攻撃3人攻撃が入るかっていうのをちょっと見てみたいと思います。さあ行きましょうか。まずデロンズは入るからね、シルビアの2人攻撃から入れてった方がいいか。これか、これと敵3人ね。うん、さあさあ入りますか。あ、逆にミコを倒すのはめんどくさくなってるね。うん、しかし白鳥とか久々だな本当に。よいしょ。さあシルビアさん敵2人攻撃ね。あ、入んねえ。今白鳥にもダメージ入っていたんですけど入ってなかったですね。1しか入ってなかったですね。でスピナーの上が3人攻撃。さあ3人攻撃はどうでしょう。結局ねこれ通常攻撃が一番早いんだよね。めっちゃ人数もん。さあこれで白鳥さんどうなるでしょう。どんどんどん1ですね。単体攻撃のみ入るんだったら入るという形ですねこれね。なるほど、分かりました。はいはいはい、時間がもったいないから。ただちょっとめんどくさいな、ミコが意外と強いんだけどこいつら倒すのが苦労することないと思ってたんだけどな。あれデロンズの反撃ダメージ1になってる、どういうこっちゃ。あ、オッケーオッケー。あ、逆にミコが全体スキルじゃないとダメージ受けないとかっていう逆になってんのか。めんどくさいですな。それだったらせっかくだったらアラン使ってみますか。あんまりダメージ入んないと思うけどアランで前衛のミコたちをちょっと潰してみる。ああ強いね。残った。そしたらデロンズの単体攻撃一撃で多分いけんじゃないですかねこれで。さあどうでしょうかアランダー。逆にこれリンに反撃つけても面白そうだね。みんな多分アランよりリンの方が強い状態でも手持ちで持ってる人の方が多いと思うんで、はいということで単体攻撃が入る。そして逆にミコの方は全体攻撃が入る、その区別になってるようですねここのステージは。はいはい、最後にもう1点だけねちょっとやらせてください。ですね固定ダメージで押してみようかと思います。固定の鬼アイリーン、そしてジェイブと固定観察持ったレイチェル、この3人で押せるのかちょっと試してみましょう。はい行きましょうか。まず固定貫通打てるこのアイリーンの上のスキルいってみましょうか。そしたらジェイブの下でも入るか試しましょう。ジェイブの下に関してはこれも固定貫通か、両方固定貫通か。普通の固定でも入る。あ、でも入るね。入る入る入る。強い強い強い。あー、そっか。固定貫通の方が時間短縮できるね。今みんな見てもらったと思う通りですが、これミコも両方一気にダメージ入る。なので、ステージ的には最適ですな、こっちの方が。はい、いい。よいしょ。前後両方入るからねこれはお得ですわ。でレイチェル打って終わるかな。ただ足りない分はこのレイチェルのスキルクールタイム短縮があるんですぐにジェイブが打てるような気がする。今反射が入ったね。あ、そっかアイリーンの反射か。ああということでこれが一番早いな。けど固定貫通がめちゃくちゃ強いということでございました。ではということで第3ステージやってまいりましょうか。私の編成はこちらになります。同じメンバーでございます。アイリーン、ジェイブ、そしてレイチェルの3人でいきたいと思います。ここでペットをねちょっとねアデルに変えてもいいけど、まあそこまで軽くなくてもいけるんでペットは何でもいいかなっていう感じでございます。いきましょうか。スタート。まあ固定貫通ダメージだけじゃなく固定ダメージが相当効くんでどん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 打っていっちゃおうね。まあ順番的にはアイリーン2発打ってからジェイブ、そしてレイチェルのスキルクールダメ短縮もありっていうパターンでやったらいいかねきっとね。さあ行きましょうアイリーンでも時間結構かかるね。モーションが長くてね。オッケー、倒した。あ、アシュラがいるね。アシュラくん久々に見たよ、アシュラって超懐かしい。昔ボス戦で使ったことがあるかなっていう記憶が蘇ってきたね。何戦だったんだろうな。破壊の魔人かな。うわ、懐かしい。だってミコ見るのも久々だって、白書も久々だもんね。やばい、使うスキルがなくなってきちゃった。ああ、まだいけないか。通常スキルいけるか。うん、まあいいや。あと3 2 1、まあ反撃してこれでいきましょう。あ、覚醒スキル使えるのかね。覚醒スキル使ってみましょうか。いやー、ダン。おい、ということで固定貫通でおしまいということでございます。で、第3ステージなんですけど、もう一回だけいきましょうか。デオ、ネイソン繊維、そしてエルニア、神話化状態ですけど、まあ固定ダメージなくていけんのかなと思って、ちょっとこっちでも見てもらいましょうか。ではスタートしましょう。スタート。普通にデオの下と上を打っていきましょうか。先ほどの第2ステージは前列の白鳥には全て全体攻撃がダメージ入らなかった。簡単に入るんかいこれね、第2ステージと第3ステージ同じものと思っていたら全然ね、全く別物ですね。単なる火力押しでいきます。うん。さあ、じゃあ次の第2ステージも普通にどんなスキル使ってもダメージ入りますんで、こちらは特に問題ないステージだと思います。おそらく皆さんね、せっかくやるんだったらというよりか、こっちの方が手っ取り早いです。もう自分の持ってる手持ちのアリーナで使ってるメンバーで強キャラを連れてきて行った方が早いですうん、以上でおしまいでございました。はい、ということで総括していきましょう。ちょっとね、頭がクラクラしておりますけど、すんごい汗かいちゃった。発汗作用でこれね、ちょっと熱下がったらいいんだけどね。1、2、3やってきましたけど、第2ステージがちょっとだけギミックがありましてね、すべて攻撃が入らない白鳥。で、単体攻撃しか入りませんと、白鳥がね。で、ミコに関してはその逆、単体攻撃が入りません。で、全体攻撃が入るということです。ただその2人とも共通点は固定ダメージは入りますんで、固定ダメージで攻めたら一番簡単ですよということが分かりましたと。なかなかね、ちょっと第2ステージは面白かったなと思って、その第2ステージを僕ね、結構いろんなやり方でクリアしてて、ちょっと第3ステージも今日やってみようと思ってやったら普通にクリアできたから、うん、第3ステージの方簡単だよね。うん、3と2交換して出してくれてもよかったななんてちょっと感じてはおりますが、ということで本日はアラン神話誕生編でございました。ちょっと強そうだね、アランね。僕ね、ターラとアイリーン神話関係まだレベル3度までなんですよね。5まで持ってくにはね、ちょっとね教本が足りなくて、極上がだから。でもアランの分まで用意しようと考えたらとんでもない数なんだよね、極上。まあしばらく極上回してなかったから、ちょっと極上巡りの旅もねやっていかなきゃね、数が足りないのかななんて思っておりますが、ちょっと今のところまだ僕やりたい編成が火力編成系でいきたいので、ちょっとねそっちでも試してみたいなと思っております。はい、最後にですけどギルド人チャンネルメンバー募集しております。ちょっとね上の方に募集要項書いておりましたので、もしよかったら私人チャンネルに、メールいただきたいと思います。1人枠が空いているんですけど、なかなかね見つからなくて、ちょっとね苦戦しておりますけど、まだあと1週間プレーシーズンが続くんでね、ゆっくり決めたいと思います。もしよかったらグッジョブチャンネル登録していってください。では皆さん、バイバイ。夏風邪にご注意ください。